にちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はマイルチャンピオンシップの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は関西馬が9勝して2着7回、関東馬はモーリスやイスラボニータの頑張りはあるのですが、倍近く悪い副勝率となっています。また着質としてはどちらかというと差し馬の方が有利で、4コーナー10番手以降の馬でも4勝して2着2回、4コーナー5番手以内には副勝率には劣りますけれども、1着から3着まで逃げ馬ないし先行馬で一対一打の競馬になったのは1990年代には2度ありましたけれども、21世紀に入ってからは一昨年のミッキーアイルが逃げ切った1回きり。逃げ馬の勝ちとなるとミッキーアイルの前は1991年の大宅ヘリオスまで遡らないと見つからないというほど差し馬向きのレース傾向となっています。そしてフジステークス組が3勝して2着4回と馬券に登場する回数は一番高いのですが、同じマイル G3 でも京成杯オータムハンデ組は不発、1800m 戦の毎日王冠や府中牝馬ステークス組よりも 1400m のスワンステークス組の方が活躍していたりと、やや富士ステークス組やスワンステークス組に分があるといったところです。ただ前走で同じ重賞を使った2頭以上が馬券に絡んだのは過去10年では去年のペルシアンナイトとエアスピネルの富士ステークス組の1回だけ、その前に遡ると2006年のダイワメジャーとダンスインザムードの天皇賞組まで一度もありませんので、前走富士ステークス組の3連複ボックスですとか前走毎日王冠組の3連複ボックスというのは今世紀に入ってからは当たった試しがありません。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は1勝して2着3回、現在なんと8連敗中で、なんと4番人気が4勝もしています。ここ5年中3度も1番人気が飛んでしまうという G1 の中でも激戦の様相で、馬連の10倍割れは1度だけありますが、それでも 9.9 倍、3連複は最低でも20倍はついていて、3連単も最低配当は120倍と割れ加減のオッズとも相まって上位人気でも結構配当がついてしまうということになっています。ただ気になるのは2桁人気が7年前から10年前に集中していて、ここ6年はさっぱり来ていません。なんだかそろそろやってきそうな気がして非常に不気味ささえ感じます。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はモズアスカットとしました。京都では4戦4連敗、マイルでも4戦3勝と、よくよく見たら完全無欠とは言わないまでも強力で安定感が見れております。枠もちょうど真ん中で作戦の選択肢がより広がったでしょう。ルメール騎士も柵に溺れたのは今年に限っては数少なく、確実性が高いところも強調できる点の一つです。何よりうちのが一番強いと、そこまで強気のコメントをぶっ放さないやはり調教師が強気に出てきただけに、相当な自信が垣間見えてきました。一着固定も考えましたが、さすがに追い出しが遅れるとこのコースは致命的なところもありますので軸にしたいと思います。対抗はアルアイン、先行客室のこの馬にとってこの枠は願ったり叶ったりでしょう。インの経済コースを追走する形になりそうです。ただ池江調教師はこのマイル戦で新味を出してほしいということで、普段 2000m 走ってきた馬がマイルのペースに果たして合うのかどうか、そこは走ってみないと分かりません。ですので対抗とさせていただきます。以下展望動画で推奨した安田記念のリベンジ組であるペルシアンナイトは昨年のオーストワークとは打って変わっての内枠ですから、今年は前半からもっといいポジションで進められそう。内枠が欲しいと言っていたステルビオも思った以上の枠が取れたのではないでしょうか。一方でアイロリットは結構遠い枠となってしまいましたが、一つ驚きのデータを見つけてしまいました。ムーア騎手の京都競馬芝コースにおける牝馬での騎乗成績は、なんとスノーフェアリー以外の馬で馬券に絡んだことは今まで一度もありません。
このデータが引っかかるので軸にはせず、アイロリットは抑えまでとしました。それでは開運です。モズアスコットからの3連複です。本当は15点ぐらいに絞って金額を増したいところですけれども、この手の混戦気味のレースは人気の薄めの馬が来てよく後悔しますので、この組で抑えていきたいと思います。ジュールポレルやレッドアバンセあたりが来るとかなり旨味が増しますので、なんだけ瞬発力勝負になってほしいところです。さて続いては土曜日のトースポ杯2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は前走新馬戦の馬が4勝、前走オープン特別の馬が3勝、そして前走重賞組が2勝と、重賞組よりも新馬戦や未勝利勝ちからここに来る馬の方が副勝率が高めです。またジョッキーの乗り換わりがない方が優勢で、勝率と副勝率どちらも高いのですが、注目しておきたいのは本来成績が悪いはずの乗り換わりがあった場合、乗り換わりがあって馬券に絡んだ馬は延べ12頭いますが、そのうちの3頭がなんとライアン・ムーア騎手。4年前は里のクラウンで勝利したりと短期免許で来ていきなり結果を出していて、人気になるのも頷けるデータとなっています。そして出走間隔についてですが、10月末に走った間隔3周の馬が3勝、イチョウステークスやアイビーステークス組など間隔4周の馬も3勝、ノジギクステークス組など間隔5周から9周の馬も3勝と、このあたりが主軸となっています。一方で100日走特別などの間隔2周ないし連投の馬にとってはやや厳しい成績、反対に札幌2歳ステークスやコスモス賞組などの間隔10周以上空けた馬たちも1勝2着2回と馬券には絡んでいますけれども、全て1番人気か2番人気。夏競馬からの参戦組はデータ上では有力馬でないと厳しいというデータとなっています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は5勝して2着が2回、高い副勝率を誇っています。それ以外は5番人気と6番人気が不調ですが、大方人気の順番通りの副勝率といったところです。2桁人気が2011年に2頭まとめてきましたので、そこだけ大波乱になりましたが、片や昨年は馬連が 1.7 倍、そして3連単も 8.2 倍とボートレース顔負けの配当となりました。ですけれど10年中9年で単勝10倍を超える馬が少なくとも1頭は馬券に絡んでいて、馬連の最高配当は60倍弱でしたけれども、その時の3連複は1377倍と大きく開く場合も存在します。ですので3着あたりに何か穴馬が来るかもと備えるのもありかもしれません。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命は今回は勝負かもしれません。ないままにします。前走は早仕掛けの割にかなり長く足が持って2着に食い込みました。今回舞台が東京に変わってパンパンの両馬場になってしまうのがちょっと不安ですけれども、鳳凰サーベルのようにここは成長過程での一戦と捉えるのではなく、出走馬の中でも全力投球で向かってくるのはこの馬だけではないかという結論に至り、仕上がりの速さという点でも押せる一頭ではないかなと思っています。地方の門別、そして中央の重賞とその時期での一番強い馬たちに揉まれてきました。5年前の2着馬プレイヤーのリアルの再来に期待です。対抗はベロックス、前走は惜しい競馬でカテドラルを捉えきれませんでしたが、その後も順調に調整されています。追い切りタイムもさほど強調はできませんが積極的に進められていますので上積みにも期待できそうです。ただ馬体重がこれ以上落ちると不安な面もありますので、ここは対抗としました。以下新馬戦で圧勝、ちょっと短すぎるローテーションが気になりますが、藤沢厩舎の判断ですから警戒しておかなくてはならないルボルグ、穴馬からはちょっと気になっているのが高枠に入ったアガラスです。前走は単勝 1.3 倍と人気を得ながら逃げて失敗、ダイナミックなキャンターだけに不注は合うのではという声も聞かれていますので、ここは妙味も込みで評価を上げてみました。
カテドラルは前走ベロックス相手に逃げ切って完勝。ただこれは先頭にいたことによって燃えやすい気質のはずがあちらこちらと物見をしてリラックスできたという結果論から来たものだそうです。今回逃げを選択せず道中引っかかってしまう危険性も秘めていますので、リラックス走れればリラックスして走れれば上位級ですけれども、ここはそうはさせじと競ってくる馬もいますので、気象面という不安点を見て思い切って見送ろうと思います。それでは開運です。上位評価の生まれんボックス、そしてアガラスからワイドを流します。取り紙にならなければいいんですが、その分は100円ほど買い足したいところです。前を主張したい馬が揃いますので、ある程度流れそうなメンバーかなと思いますが、それならば差し足に自信のある馬に注目しようと思います。レース経験も浅く客室も定まらない馬も多いようですが、ストライドの大きさ、直線伸びそうだなという馬を中心視したいところです。さて、今週日曜日は京都9レースに一口馬主で出資している馬の1頭ユナカイトがクリストフ・ルメール騎手を乗せて出走します。デムーロ兄弟にムーア騎手、武豊騎手といった強力なライバルもいますので、どこまでやれるのか期待したいところです。ぜひご注目ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。